はい、枝豆さん対戦よろしくお願いします。アリスミラーか、結構ね、いやまあそうなるよな。このミラーあまり攻める必要がないっていうか、ね、あんまり俺は好きなミラーではないね。だって飛ばして、君使い方が悪いよ、技の選択が良くない。すげえ、悪空間だろ、なんだ今の悪空間判定、何も両方振ってないのに。はい、メテオー、メテオはこうやって振るんですよ。お手本メテオだね。ちょっとタイミングずらしていった、やる。ペーパーなら食えるから。マジか、やるなそれ、やるってか、間違えた、やば飛び方。おれねえ、浅いわそれは、いくらなんでも。じゃあつかみに対しては横尾ね。このキャラね、ガードに対して横尾でつかめるからマジで強い、簡単だし強い、一番いいキャラ。ガード読んでこれでいいわけで、こういう風に飛ばしてバースもできると、圧倒的にうまさの差が出てしまってる。あ、空間判定きた、巨大化直って、いや惜しいね、追い目手を行きたかったけど、しっかり見るよ、しっかり見るよ。そのさ、いやまあこの人は復帰阻止が上手ければいいプレイヤーになれたな、俺のような立派なフラパプレイヤーになれてたな。残念だ、若い目を潰してしまうのは残念だ。よっしゃ、つえ。